演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあファミリーマートの滑らか抹茶プリンチョコと抹茶クランチチョコを食べたいと思います。ファミリーマートの抹茶チョコレート2種類、どんな味なのかな。どっちかというとクランチはちょっとなんか想像できるので、プリンの方が気になりますね。じゃあその気になる方から先に食べちゃいましょう。パウチ式でこんな風に開くんですね。はい、中身はこんな感じになってます。ちょっと見えにくいですね。こんな感じです。わ、ちょっと溶けちゃってるかな。まあいいか。ではいただきます。こっちはまろやかにとろけますね。でもプリンって考えるとちょっと違うかなとも思います。これはは、続きましてはこちら、抹茶クランチチョコ。こちらの中身はこうなってます。ザクザクしてるんでしょうね。ではポットがくっついちゃってるか。気を取り直していただきます。このザクザクは本当にすごいですね。この音が心地いいです。抹茶もさっきのプリンと負けず劣らず。プリンチョコは口の中でまろやかに溶けていって、ちょっとミルク感もあって美味しかったですね。ただプリンというよりはちょっとクリームに近いような、いわゆる生クリームに近いような、そんな食感でしたね。なんでプリンなのは見た目だけでちょっと中身は違うかなと思いました。でもまあ美味しくとろけてくれたので、これはこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらの抹茶クランチチョコ、こちらは本当にやっぱり予想通りのザクザク食感があって、こちらも抹茶が濃厚でとっても美味しかった。抹茶クランチをお求めの方はぜひおすすめしたいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。それでは、カツオかな、少年行っても落ち着かず。確かにそういうカツオいますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。